人生は八変化ですよっていつも言うじゃないですかね。今過去からこうやってやってましたけど、このここへ行くこの移動の中に必ずこの繰り返しがあるんですよ。このね、これ8つの変化が起こってるんです。これ何かというと、一番最初に素直素直って僕言ったでしょ、素直に聞いてくださいって。これ素直にない人っていうのは心がないんですよ。だから心がない人は行動に移らないんです。だから素直な人が皆さん今日は来られてるんで、間違いなく多分彼女もすぐにこうやって行動に移ってるって感じです。もうね、行動移るんです、すぐに。ただこの行動からね、さっき21日って言ったでしょ、習慣化に行くまで行動に起こした次の21日間は最低やってくださいっていうのはここなんです。習慣に落とし込まないとその人の次は性格が変わらないんですよね。例えば娘さんがね、まあわからへんけど掃除好き嫌い、じゃあ掃除好きになる習慣ができたとするやん。そうするとね、今までやったらお母さんに掃除しなさいって言われてたとするね、おっちゃんが掃除したらね芋あげるよって言われたとする、掃除するやん、ご褒美もらうとするやん、21日間習慣するやん、これ苦にならなくなるんですよ。あ、掃除って普通に気持ちええやんってなる。そうすると掃除が好きな習慣が出た女の子って清潔感が出た、これ性格が変わるわけです。これメイクでもそうで、可愛らしいメイクずっと続けたら可愛らしい性格になってくるんですよ。そうするとこの性格が変わったらどうなる？早いな、八変化や、八変化。性格が変わるともうちょっと人の人柄や、人柄違う、人柄が変わる、ね、まあ、人格と人格。だから婚活でよく人に出会う、いい出会いがないっていう人は僕はここを言うんです。これを変えなさい、これを変えないと彼氏欲しい彼氏欲しい彼欲しいばっかり言うてたって何にも行動もせんといかへんわけです。そうすると人格が変わるとその人格に合ったいい出会いが引き寄せられるということです。そしてこの出会いがですね、実は運命を変える、その運命がその人の人生を変えるということです。出会いというのはこのご縁ですね。だから萌えちゃんとのご縁も僕はこの出会いがあったんで今運命が変わって、この富山に来ることなんかまあないわね、普通ないんですよ。だけどこれ何回もかやって僕ここがホームになってきた。いやほんま懐かしくなって、もう3年前もあれ4年前かからもう来てるわけですよ、ね、で人生からこれが人生八変化。だから今日は眉、高々眉のことをやりましたけど、この眉をコツコツ練習する、何でもいいですよ、ご自身が思ったことを一つ一つ行動に起こしてもらいたい、メイクの描き方一つでこんなに印象が変わるんだっていうのが本当に目の前で見せていただいて、いやさすがプロだなと思いました。そのプロの技を、伝授していただいたので、家に帰ってちょっとやってみたいと思います。潜在意識の、ワークも実際にちょっと体感させていただいて、ちょっと未来に対して明るい希望が持てました。ありがとうございます。りえ先生、今日は本当にありがとうございました。実はもう今日で3回目の受講なんですけれども、いつも本当にひで先生のメイクレッスンは単にメイクだけで終わらずに、ものすごくなんていうか内容が濃くって、毎回毎回新しいことが出るので、前回もやったけど覚えてるって言われてもポンと忘れてたりとかして、もう前回はもう眉をとにかく練習しようって思ってたので、人生八変化って覚えてるって言われた時に、はい、なんかやったような気するけど全然覚えてないわっていうところに、なんかせっかく受講してるのにもっともっとちゃんと真剣に聞かなきゃいけないなっていうふうに思いました。で今日もやっぱりそのメイクだけではなくて、やっぱり自分の顔に感謝するとか、やっぱりすごく心が豊かになる話をたくさんしてくださるので、本当に顔だけじゃなく心 も磨かれるメイクレッスンだなっていうふうに思います。今日は本当にありがとうございました。